腕と脚の曲げ伸ばし。できるだけ脇を締めて腕をしっかりと。ここは肘が曲がらないように、ここは小さく片足跳びです。上体を倒して、新入部員募集してます。もう一日お元気にお過ごしください。こんぐらいですか。ぜひ来てください。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆする運動。椅子の方は肩をゆすりましょう。腕と足の曲げ伸ばし、できるだけ脇を締めて腕をしっかりと曲げて伸ばします。腕を前から横に開きましょう。大きく回します。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。横曲げの運動。椅子に腰掛けてる方はゆっくりと横に、立ってる方は弾みをつけて2度曲げます。前後に曲げる運動です。ここは肘が曲がらないように注意をして、腕を振って体をねじる運動。大きく、ここは小さく。足を戻して片足跳びです。ももをポンと高く引き上げて、つま先を支点に踏み替えます。もう一度足を横、上体をねじりながら反らせて、斜め下柔らかく曲げましょう。上体を前に倒して背の運動です。ここは胸を張ります。一度体を起こしましょう。倒して、足を戻して両足跳び。三拍子のリズムで軽快に跳びましょう。腕と足の運動。腕は前から横、力を抜いて振ります。深呼吸。深く息を吸って、息を吐き切ってからもう一度吸いましょう。吐いて繰り返します。土曜日のテレビ体操はこの辺で、今日も一日お元気にお過ごしください。